はい、タクもかなりラーメン食べるの早いっていう聞いたじゃんけんで見とりましょう。最初はグーじゃんけんぽい。先攻がタクオ、後攻がブライアン。あ、先攻がブライアン、後攻がタクオ。ビートチェックで願います。あー、いいね。いいセクシーだね。違うか。じゃあ先攻ブライアン、後攻タクオ。オーツムーファイト。暗い部屋一人でマイクを握って、またラップして、相手はタクオ。わかんないけど同じタクだったら俺は米を炊く、それがガンザーオバケ。暗い暗い部屋、ほんで頭の中フルタイでフルアクセル、ただひたすらに突き進む、それじゃ止まらない。だからたまにはブレーキ、自分を抑える、それが正義。今日もドアをチェック、真夏のセッション。相手はブライアン、マジでドープマン。これはいい意味、お前何言ってる、もっと落ち着け。こんな感じでゆったりゆったり、今日はセッション。バトルはあるけど俺は抜き出していく、自分の言葉。ブライアン、もっと目を見て話そうぜ。残念、目に見るに値しない。俺はタグマキと戦うまで絶対これを外さない。あいつ一人ぶっ壊すために今日マイクを握ってる。俺は3日間寝てない、つまり寝不足。だからゆったりしたら寝ちまう。だからこうやって一人上げてくバイブス。同じ言葉また頭の中咲いてる。寝るよ、じゃあお前3日間寝るよりもっと寝た方がいいぜ。そう、ネタを考えてくるよりもフリースタイルセッション遊ぶだけ。まだ振り回すが熱くなる、こんな感じ。誰を殺す、ぶっ殺す。俺はマイクでお前をぶっ殺す。俺の最高のみで言葉をかけ。チュー。あの、最終試合らしい、なんかいい感じでしたね。じゃあ勝敗決めていきたいと思います。ブライアンとかだと思いました。タクオはどうでした？すいません、タクオ。ブライアン、3日寝てないでしゃぶ中じゃないだろうか、大丈夫か？しゃぶじゃないよな、そうだな。あ、大丈夫だよ。はい、これで決まりましたね。最後の試合は、タクオが勝利することによって終わりました。ここからは DJ 大ニュージャックスキルです。みんな踊って、ね、ください。その後第2試合があってライブということになっておりますので、で一応第2試合何時からですか。今ねちょうど、6時か。じゃあオンタイムだね。オンタイムでできるので、第2試合は、あ、ちょっと押してるから第2試合7時から。第2試合19時からです。第2試合19時からの一番手は、ジオラマ VS オスカーザ TTT。遅刻ないようにお願いしますね。ということで皆さん、ご協力ありがとうございました。第1試合で見ておりました。DJ 大踊れ、チェガラー。